皆さんこんにちは、レーションです。今日はですね、まあ、皆さん韓国好きの方は知ってる方も多いかもしれないんですけども、今流行っているトリートメントモレモっていうシリーズがあるのご存知でしょうか。まあ、韓国といったらミジャンセンとかそういうのが一番まあ人気だと思うんですけども、今実際に韓国コスメ好きの中ではモレモっていうのが一番来てるなっていう感じで、私が行っている韓国系の美容室でも美容師さんと話してモレモ使ってるとかいう話をするぐらい、まあ、人気のものなんですけれども、この間韓国行った時5種類トリートメント買ってきました。だいたい1ヶ月ぐらい使ったので、ちょっとそちらの方を、まあ、どれが良かったのかとか実際どれ買ったらいいのかっていうのを紹介していこうと思います。まず一般的に一番有名なのがモレモのウォータートリートメントミラクル10っていうもので、水です。水なんですけど、こう頭洗った後にこの水をバーってかけて、こう10秒ぐらいこうマッサージするんですよね。そうするとちょっとこの水がクリーム状に変わってトリートメントみたいな形になって馴染む。で、もうそのまますぐ流していいっていうもので、まあ一番話題性があるというか、まあ、簡単だしすごくツルツルになる、サラサラになる。韓国のリブヤングとかでも結構押されておいてます。まあこれはもちろん良かったです。これヒューってかけてピューってやるとほんとすぐサラサラになるんですよ。私の担当しているスワさんっていう美容師さんに聞いたところによると、トリートメントは本当は長い時間置いてると殻が抜けちゃうんだって。だから本当は短い時間置いた方がいいらしいんですね。だからこの10秒で効果が出るっていうのはすごくいいとおっしゃってました。で、今これもうインバストリートメントのことから話していきますけど、お風呂の中ですね。もう一つ出てるのがこちらです。ヘアトリートメントミラクル 2X っていうものですけども、これは普通の一般的なトリートメントでクリーム状になっていて、それを髪の毛につけて、まあ、大体5分ぐらい置くとっていうものなんですけど、まあ、1分でもいいと書いてあったはずです。サラサラっていうよりもしっとりします。もうちょっとこう集中的なケアっていう感じかなって私は思ってるんですけど、サラサラプラス保湿っていう感じなんで、秋とか冬にはこれもめんどくさくなければおすすめです。私結構こっちばっかり今使ってますけど、これも良かったです。どっち買いますかって言ったら、やっぱりこっちの方が韓国コスメっぽいですね。で、ここからはまだあんまり知られてないアウトバストリートメントなんですけども、うちに一応3種類今あります。こんな感じで全部テクスチャーが違うんですね。一つはバームタイプで、もう一つはまあセラム、オイルタイプですね。あとはなんとこれ泡タイプです。リカバリーバーム B なんですけども、オイルとかつけて髪を乾かした時にベトベトするのが嫌だとか、サラッと仕上げたい、パラパラな髪にしたいっていう方にはこれはおすすめなんですけれども、つけてもまだつけたい、もうちょっとつけてから乾かしたいっていう感じに私はなっちゃいました。物足りなさを私は感じました。これもかなり人気ですけども、これはヘアセラム R というものです。で、これはオイルっぽいんですけど、乾かした後しっとりするのにベタつかなくてすごく良かったです。なのでアウトバスでどれか1個買うってなるとこれが一番いいと思います。まあ、少しの量でも全体的になじませることができるし、結構量もいっぱい入ってるのでコスパも悪くないと思います。はい、でこちら、ちょごめんなさい、本当蓋ついてるんですけど私もう蓋なくしちゃって、でこちらなんですけど、ホイップドクリームトリートメント W っていうものなんですけど、皆さんこれはおすすめです。まあ、アウトバスっていうと髪を濡れてる状態で乾かす、前につけて乾かすっていうイメージだと思うんですけど、これはなんと乾いた髪にも使えるんです。コツとか巻く前にこれシューって出して全体になじませて巻いてます。そうするとまず巻く前にもめちゃめちゃサラサラになるっていうのと、あとはまあ熱から守ってくれるっていうところなので、その後のコテとかによる熱ダメージを受けにくくするっていう効果があるので、あのね、これは正直今まで言った中で一番結構ないとちょっと困るなって今思ってるものです。まあ、泡も結構すぐ馴染みますし、ベトベトとかは全然しないので本当に使いやすいと思います。ブログとかだとなんか香りがちょっと強かったとかそういう意見もあるんですね。で、ちょっとずつ全部香りは少しついてるんですけど、一番ついてるのがセラムなんですけど、言われてみるとちょっとお花っぽい香りの匂いですけど、私はまあそこまで気になるような
強い香りではなかったです。韓国人の方ってすごい髪が綺麗なんですけど、韓国って日本より硬水って言って水の中に入っているマグネシウムとかそういうのが多いんで、どっちかっていうと髪は傷みやすいはずなんですね。でもまああんなにみんな髪綺麗っていうのはやっぱりトリートメントとかがしっかりしてると思うし、いう、まあ、髪にダメージを受けやすい韓国で売れてるものっていうのはやっぱりいいと思うのでおすすめしたいと思います。はい、ということで今回は私がおすすめしたい韓国トリートメントマルモを紹介しました。この動画が楽しかったら高評価と YouTube チャンネルのチャンネル登録、そしてリクエストもお待ちしてますので、ぜひぜひコメント欄までお待ちしております。はい、では次の動画でお会いしましょう。またねー。